はい、えー、おはようございまますすの久保でございいもういよいよ12月になってですねあと残りわずかとなった2019年ですけど皆さんの中にはどんな変化が起きたでしょうかまあね1年を通じて何も変わりたくないという方がね変わらなかったということではあいいんですけども何かを変えようとかね収入を変えようとか劇的に人生を変えようと思った方がいるとしたら1年かかって変わらないのはちょっとね、えー、なかなか厳しいところがあると思います まあ例えば FX をね一つ例にとってみますと FX やっぱり1年たってやってみると結構な実力がついてるはずなんですよもちろんですね本当に1日中 FX のことを考えてトレードを1日2時間3時間と繰り返しての1年とあとはね気が向いた時だけでちょっとやってみるとで分かんなかったらそのまますっ飛ばして今度やればいいやって っていう,ふうな、ね、1年とミストが違う1年でだいぶ差がつくってことはあると思いますえそして、まあ L、ネットワークビジネスっていうのもありますけどねネットワークビジネスっていうのはそのビジネスに関わりながらいかに人脈を広げられたかっていうところがすごくポイントになってきますそして自分のグループをねどのぐらい大きくできたかっていうのがその成果のあられになってきます結果収入も変わってくるてところなんですよね瞬間的に収入が上がっても自分の運営するチーム要するにダウンラインが広がっていなかったりそのダウンラインを管理運営できなかったら あんまりネットワークビジネスもね力が向いてなかったんじゃないかなというところでございます。 そしてアフィリエイトビジネスですけどもこちらはですねどのぐらいアクセスを集めれるようににななっっったかててことがポイントになってきます、まあ、YouTube がね今ねあのアフィリエイトのすごく取り組みやすいものの一つになってますけどもチャンネル登録者数が増えたとかねそれから再生数が取れるようになったみたいなねこれもアクセスを上げるっていう一つの例になってきますけどもただ YouTube をやっているだけでその辺の数字があんまり変わってないとちょっと工夫をね、えー、してこなかったんじゃないかなと振り返ることができます えー、例えば、ですねうまくいかないアクセスが続かないことを繰り返してもそのまんまアクセスが上がらないということを繰り返すだけなんですよだからあ、このままだったらアクセスが取れないなと思ったらアクセスが取れる方向にどんどん,どんどん向かっていかなくてはなりますよね、まあ、そういうふうにして、えー、いろんな形でね、まあ、ビジネスというのは1年かけて実績を取っていくものですけど皆さんの方はいかがだったでしょうかさあそれではですね、えー、これからまだ12月というのまだありますので1か月、えー、弱かけてですねどんなことをするか最終的な調整に入ってみるの いかがでしょうかアクセスを取るために何かやってみるとかね例えばサイトをちょっとね あの多めに作ってみるとか、SEO、ってててみみるるととかかいうのをちょっと取り入れてみるとかねそれから SNS にどん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 絡めていくっていうふうなアフィリエートのやり方もあると思いますしそれからネットワークビジネスでしたらあ何がしかのね勉強会に行ってみてそこでいろんな方と名刺交換をして名刺交換するだけじゃなくて、えー、そのビジネスに関わることをちょっとねいろいろと話し合ってみるってうそういう場を設けてみるいわゆるオフ会をやるってことですよねそれから FX に関しましてはやっぱりね1年間かけて基礎用語がどのぐらい暗記できたかっていうのを、まあ、誰かにねテストしてもらう っていいうのがあると思いますその他ね世の中にはさまざまな投資ビジネスがありますけども結局自分が投資を乗り越えることができたか乗りこなすことができたかビジネスを扱うことができたかそういったところを冷静に振り返ってみるとよくね自分の力が分かるんじゃないかなと思います、まあ、ちなみに私今ねセブンイレブンのプロセス着てますけども、うん、なんかね来てるだけですからね別にセブンイレブンに勤めるつもりもないですし。 勤めたこともありません、えー、なんとなく気になってる方がいるかなと思ったんでちょっとねお見せしてみましたけどもなんかこういうコンビニのねポロシャツなんか持ってるんですよね私ねあとファミリーマートもあるんですよねなんかローソンだけはないんですけどもまあ皆さんねどんなポロシャツお持ちでしょうかちょっと変わってるでしょ <laughs>、はい、今日の放送はそんな形でございます12月ね最後目いっぱいやっていきましょうそれではいってらっしゃい